コンウェイがある。アメリカ国道378号線沿いに町の外3マイル1、4.8キロメートルに位置している小さな空港である。オリーグンの大部分は海岸地域交通局バス便を運行している。この壺根は元、ワッカモロ地域交通局、またはライモと呼ばれていた。その主たる駅と事務所が、 コンウェイ中心街の歴史地区近くにある。RJ コーマン鉄道のカロライナ線は南北カロライナ州の一部を通る単線鉄道である。コンウェイはその鉄道のチャドボーン・マートルビーチ支線にある。歴史あるコンウェイ鉄道駅はこの支線に沿ってあるが現在は事務所ビルとして使われている。コンウェイ市内にある著名な企業と雇用紙として次のものがある。コンウェイには キンベル図書館があり、海岸カロライナ大学には、レベッカランド・オルブライアン・ガローがある。このガローでは、年間を通じて様々な展示会が行われている。入場は無料であり、一般公開されている。HTC センターは、当初学生レクリエーションと会議センターと呼ばれており、海外カロライナ大学のキャンパスにある3370席の多目的アリーナである。 海外カロライナ大学男女のバスケットボールチームと女子バレーボールチームが本拠地にしている。この目的ではキンベルアリーナに変わるものだった。Y ー R2 と呼ばれるアリーナのプロジェクトは大学のスポーツチームの本拠地とし、将来はアイスホッケーのマートルビーチサンダーボルトの本拠地とする計画だったが開発許可を得られなかった。ありがとうございます。